はい、カラーチェの前奏曲第10番。楽譜、ちょっと手元に楽譜ないので、うる覚えなんですけど、多分。トレモロかな、こう、ガーッと行くんじゃなくて、こうちょっとね、後ろをね、で、その代わり、あんまりたくさん弾かずに、どう説明したらいいんだ。こうじゃないです。これ、こうしてしまってるでしょ。こうじゃないです。これはこう、これはそれぞれの頭はこうで、トレモロの終わりらへんはこんな、こんな、こんな、この初めはこうだけど、終わりらへんはこんな。ちょっとやってみると、そんなたくさんはトレモロ入れてないし、そんなにスピードを入れてトレモロやってるわけでもない。そして、これが鳴った状態で、いう感じかな。で、ちょっとこれも、なんか僕も、ちょっと弾き方をいろいろね、工夫、今考えてるとこで、重音のトレモロって意外とちょっとね、身動き取れない感じね。なんで面白いですよね、これが、ね、なった上で。どこだ？ちゃう。こんなんでもいいかもしれないしね。で、続き、最初と一緒。
ったような感じでね、一個ずつ割とね、こう来て、こうちゃうな、こうか。シレファ。この変化していきます、和音がね。少なめのトレモロ、こうしていいかな。アタックは出すんやけど、後ろをねジャランジャランにしてしまって、もう一回入れようかな。こう、あ、4回入れた方がいい。これね、あのこことここが端っこ決まってて、真ん中の動きを出したんやけど、真ん中だけ出すなんかマンドリンではできませんので、やっぱりこうやって弾けばわかるから、これをトレモロでも再現してみようということですよ。入るんやけど、割とアタックはちゃんと入ります。こんな感じ。3個目がちょっと抑えられんな、これ。こうね、ちょっとしっかり力入れて、3回、4回、5回、
コードが和音が変わるんですけど、ここでちょっとこのメロディーはね、やっとなんかメロディーらしいメロディーラインが出てきますよね。どうやったかな。だからなくなっちゃうんですわ。和音、ただの和音の和音が一個ずつ弾いてるだけになるから、だからそこはもうやっぱり全部トレモロじゃない方がいいよね。メロディーラインだけトレモロで抜き出す、ないからうろ覚えやねんけど、今のところはガチャガチャしないでメロディーラインをちょっと出す感じで、でここもこっち、こんなとこちょっとやっぱり音ならんよね。ならんし、本当は押せなあかんねんけど、やっぱりそういうメロディーをねちょっと出したいので、まあここでね、で下が動きます、下が動きます、次もか3回、にここは20音に、こっちは、音3つやから3回、ちょっと我慢ね、っていくとちょっと台無しやから、でこれを響かせといて、こういうとこはでまたっていうのがね、時々そういうのが来るから、まあ本当はここ、これがメロディーなんですけどね、浮かぶように弾くと弾けるかな。Thank you.
んま産まないなっていう感じ、うん、あのトレモロをねその減らす、あの減らすというのは数を減らす、だからこういう感じこうアタックだけ弾くようなトレイメージ、アタックのまま続けてしまうとこんなトレモロです。で、その1個の終わりらへんのトレモロはこのぐらいね、あの結構速度が変化する感じかな、に対してこう、これ鬱陶しいな、これをこの C のフラットね大事、ちょっと長め多めにしますか、こうここまで我慢して多め、感じ、こう真ん中が、真ん中がドレミで、今度は上が動いて、で下が動いて、上が動いて、ちょっと分からないけど、こまあなんかこんな感じで動くんですけど、それをまあ動いたところが分かるようなトレモロ。アクセントになっちゃうからほどほどに、ここはどうかな、ここでもワン変わっとうからな、いろいろ工夫、うん、っていう感じ、ちょっと動きがね分かるようにね、thank you。
で変わったって言ったところをピッキング。ちょっと嘘やね。
で次ね、タタ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 がアクセントね。これ本当はファソファソファソファファファソファ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 ソファソファソ。ちょっとねこれをやりにくくて、あんまりなんかじゃないと思うので、きっちりアクセントつけて。ちょっと小さいとこからやってもいいしね。適当なとこで切り上げて、サウンドにチャレンジ、これは違うと思います、これは違うと思います、何でもいいと思うんですけど、とかね、ちょっとあれやな、ちょっと嫌やな、今のは嫌やな、ちょっと今のはなんかコンクールに出る人みたいな演奏やな。でもなんかこんなんでも面白いよね、ここピコピコピコみたいな感じで、ね、ちょっと楽譜がないもので手も楽譜ないというか、楽譜はあるんですよ、楽譜は家に帰ったらあるんやけど、ちょっと今持ってないので、うる覚えでちょっと解説しました。もしかしたら楽譜とちょっと違う、嘘弾いてるところがあるかもしれません。カラーチェの前奏曲第10番でした。はい、さようなら。